宝刀息子は、バレエリュスによる最後のバレエ作品、またセルゲイ・プロコフィエフによる、同バレエのための音楽及び公共組曲。その音楽の一部は、プロコフィエフの公共曲第4番に転用されている。バレエリュスの主催者、セルゲイ・ギャギレフから、誰でもが理解できる簡単なストーリーを考えるよう、求められた、ボリスコフのは、聖書に登場する宝刀息子の空話を主題にする。 ことを提案し、このアイデアが採用された。1928年初秋に作曲を移植されたプロコフィエフは、11月には早くもスケッチを完成させ、冬にはオーケストレーションが行われた。あまりの仕上がりの速さにディアギレフは驚き、作品が大したものにならないのではないかと考えたが、出来上がった音楽には満足した。ディアギレフは美術をアンリマティスに依頼したが、 劇場の仕事に幻滅していたマティスが断ったため、コフノは聖書をテーマとする作品で知られる、画家ジョルジュルオーに依頼することを提案した。ディアギレフは、当時のパリにおける、ルオーの最大のコレクター福島茂太郎、福島慶子夫妻の家を訪れ、ルオーへの依頼を決定した。ルオーにとっては、初めての劇場の仕事であったが、ディアギレフの再三の特促にもかかわらず、 作品に手をつけなかった。ある日、ディアギレフが激怒したところ、ルオは一晩でデザインを仕上げてきたという。衣装は、ルオのデザインに基づき、ベーラス・ディキナが担当した。1929年5月21日、サラベルナール劇場におけるバレエリウスのパリ公演において、プロコフィエフ自身の指揮により初演された。タイトルロールを演じた。 セルジュリファールの感情表現は観客を熱狂させたが、プロコフィエフは、ジョージ・バランシンの振り付けが音楽に合わないとして不満を漏らした。同年のベルリン公演、ロンドン公演でも上演されたが、シーズンオフとなった8月19日に、ディアギレフが病死し、そのままバレーリュスは解散した。その後、1980年代に、ミハイル・バリシニコフの演技によって再評価され、 熊川哲也などのダンサーたちに踊られ続けられている。台本を担当したコフノは、ストーリーをより単純にするために、宝刀息子の兄のエピソードを割愛した。以下の10曲からなる。旅立ちともとの出会い美しい乙女男たちの、踊り宝刀息子と美しい乙女主演略奪自覚と、開婚略奪品の分配息子の帰宅1930年の、 ボストン公共楽団創立50周年に演奏会のために指揮者セルゲイ・クーセビツキーから公共曲の作曲を委嘱されたプロコフィエフは宝刀息子のバレエ音楽及び実際には使用しなかったスケッチなどを素材として4楽章からなる公共曲第4番を作曲した第1楽章はスケッチから第2楽章は息子の帰宅第3楽章は 美しい乙女の音楽が使用されている。また、バレエ音楽に基づく語学賞からなる公共組曲も作られ、1931年3月7日、パリにおいて、プロコフィエフ自身の指揮で初演された。ありがとうございます。